こんにちは、しぐりチャンネルのジミーです。今日は渋いね。スライム、スライムの3ヶ月以上経ったスライムをちょっとね、開けていきたいと思います。なんでそこだけ声が小さくなるの？もうね、匂いが半端ない。ほんと臭すぎる、やばいね。リミ覚えてるかな、あのね、しほちゃんと一緒、しほちゃんと一緒に、大丈夫？ちょっと、シェービングフォームを1本丸々使い切りスライムっていうのを作ったのよ。覚えてる？で、その後に YouTube では撮影しなかったんだけど、TikTok の方でね、今上がってるやつで、赤と青のインクをね、垂らして色付けしたんだよね、結局ね。なので多分ね、赤と青を混ぜるとリミ何色になるの？紫。そう、だから多分ね、紫の色になってるはず。それがすごいね、量だったんだよね。1本使い切りのスライムだったから量がすごくて、入れ物がなくて、ビニール袋に入れといたの。あ、まあちょっとね。それでね、うん、なんか違うスライムなんだけど、ビニール袋に入れといたら、床がスライムだらけで。あったね、以前ね。それはこれじゃないね。以前ありました。だから袋に入れたらさ。そうだよね。なんかでもね、この量が入る大きさのがなくって。で、結局ね、ちょっとね、処分しちゃったんだけど、でもまだちょっと残ってたので、ちょっと見てみたいと思います。ちょっとだけ出すよ。そうだね、どうなってるかな。3ヶ月前のスライム、見て、このぐらい出したら物足りない。それじゃあちょっと物足りないかもしれない。足りに行くよ。じゃあ一応手袋する？嫌だよね。はい、じゃあ一応手袋しました。はい、バッチリかな。メガネもかけたしね。ということで、コロンがうるさい。ちょっとコロンが興奮してね、ちょっと吠えちゃってるんだけど、気にしないでください。気になるよね。でね、スライムがこれじゃん。なんとビニール袋に、この大きさのビニール袋に入ってます。すごい大きいよね、この大きさだよ。大丈夫？もう臭い？もう臭い？匂ってる？え？やばい？やばい、来た？うん、ちょっと出してみようか。中にもね、ビニールが入ってるから。二重だ。うん。うん？いっぱい出しちゃう。手袋してるから大丈夫。見るんだぞ。じゃあひっくり返すよ。せーの、こんな感じ。もういろいろちょっとビニールについちゃってるんだけど、あ、ほらほらほら、でも色はとっても綺麗じゃない？色はすごい綺麗だよね。どう？もうちょっとさ、袋についてるスライムさ、ちょっとかき集められる？どう？でも色めっちゃ綺麗じゃない？何気に。パープル。おー、綺麗。色はやっぱ綺麗だね。パープル。おー。なんか青の方が強いかな。ね。うん。パープル。パープル。パープルって。紫。何、英語で言いたかったの？うん、あのね、英語のお勉強をした時にね、色のお勉強をしてね、それでね、みんなで好きな色を言っていこうって言ってね、あのね、水色好きだからライトブルーでしょ。それでね、そのね、自分の好きな色を言おうっていうのがあって、みんなにそれでね、こうやって歩いて会った人にやるんだけど、それでね、ジミ好きな色ライトブルー、ブルー、だからそう言ったら、それでね、会った人はね、パープルって言ったらアップルって聞こえて、それでアップルって色あるのって思って、それでね、
パッと覚えたの？うん。そうなの。アップルだと思ったんだね。うん、アップル。どう？でもスライムとしては、いやー、あ、だいぶ取れたね。普通に綺麗じゃない？意外と大丈夫。意外と大丈夫？でもちょっと臭いけどね。臭いからちょっとやばいことはやばいんだけど、ちょっとね、これからもっと暑くなってやばくなる前にちょっと処分しようかなと思って撮影しています。そう、処分する前にせっかくだからちょっと撮影しとこうと思って撮ってます。あ、でも色的には全然綺麗、綺麗だね。放置するスライムってたまに綺麗じゃん。うん、どう？滑らかだね。今さ、うん、次さ、うん、あの赤ちゃんのさ、うん、なんかパウダーあるじゃん。ベビーパウダー。ベビーパウダー？それを、うん、あの入れて、うん、スライム作ってみたい。あ、そうなんだ。じゃあ今度やってみようか。うん、でもやっぱりちょっと匂うね。臭いね。臭い。臭い。臭いね、そういうのね、取っとくとね、うん。放置しちゃったし、3ヶ月もね。うんうん、でも一応カビとかは生えてなかったね。うん、で、あの色も結構綺麗ですね。うん、あ、取れてきた。うん。まあちょっとね、あの袋にべっちゃりくっついちゃってるんで、ガバッと取れないのが残念なんだけど。うわとりあえずこんな感じ。見て、リボン結びにしてある。あ、そうだね。そうだ、あの袋が切れちゃったんだ。取って漏れてこっちの大きい袋に入れたんだ。こっちにもうボロボロだったんだよ、ね。そうそうそう、あ、そうそう、新聞紙が、だから新聞紙をね、今ね引いてしーちゃんのを借りて、うん、でもスライム自体は綺麗でした。綺麗ね。この中開けてみたい。うん、もうチャレンジャーだね。疲れたね。結構力いるよね。うん、お、どうなってる？なんか入ってる？あ、入ってるね。入ってる？見て。ん？どうして？開ける？おお、すごい。やっぱ中の方がいっぱい入ってる。綺麗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 じゃない？綺麗だね。綺麗じゃない？匂いはすごいけど、色はとっても綺麗なパープル？うん。うん？青？だね。パープルなんだけど青がつく。そうだね。いやー。すごい綺麗でした。臭いけど。ね。ちょっと半分腐ってるって感じかな。ね。うん、なのでまあ残念だけどね、これでちょっとさよならですね。あ、結構取れるね、やっぱ袋の中だと。おお、いっぱいと、いっぱい来た、いっぱい来た。おお、ちょっとたっぷり来たね。見て。ん？やばい。でも、あ、ん？見て、綺麗。ね、綺麗だね。色はほんと綺麗。何気になんかさ、匂いはやっぱ臭いけど、なんか中身は普通に綺麗な、綺麗なスライムかもしれない。おお、いっぱい取れたね。あ、結構あるね、やっぱり。おーおー、すごいすごい。ひみちゃん、あんまり激しくやると飛ぶからね。飛ばせないようにしてさすがに。はい。はい。いいじゃん。いいよ。いっぱい入ってるところ見つけたらすごいね。すごいね。飛ばさないでよ。花が飛んできそうで怖いね、ひみちゃん。激しすぎて。すごいね。なんか復活してきたの。うん、普通に。やだちょっと待ってね。追ってくるね。また粉がつく。うん、粉がでもくっつかないように粉ついてんだね。
かスライム作ってきたかな。久しぶりにスライム、ね、最近スライム作ってなかったもんね、うん、はい、じゃあこれからね、ひみちゃんスライム作りがまた始まるかもしれません。おー、ね、皆さん楽しみにしてください。はい、じゃあね、3ヶ月前の大量のね、スライムをちょっと見てみたという動画でした。はい、こちらもちょっと取っとけないので処分しちゃうんですけど、でもまあ思ったより、まあ匂いはすごいけど思ったより、またやばいこと、やばい、手洗いましょう。見て、ん、何触ってんじゃん結局。はい、じゃあバイバイしようか。それではバイバイ。はい、結局最後は手で触ってます。手袋意味なし。バイバーイ。うわ、やだ。グミペア、存じいらおやつだ。